道の駅北の関宿安芸高田にやってきました。案内板ですね。駐車場が2カ所ありますね。こっちと向こう。ここは何だろう。とりあえず正面に回って正面から入っていきましょう。そういうことか。コーラスパネルがある。ラーメン長生き食堂。あ、こっちの奥か。あ、早速スタンプがありましたね。押しましょう。はい、じゃあ押します。押しました。事務室になってますね。しかもなんか開くんだけど。しかも出れるのかな。出てますね。力出て、でこの先がですねラーメン食堂ですね。ちょっと行ってみましょうか。こっち開かない。あっちか。冷やかしみたいになったけど。はい。
それでは。こっち行ってみよう。ここからも入れるんですみたいですね。長生きラーメン食堂は。ふわたまえ。ここにも注文を愛される。山の位置、海の位置ですね、ここは。で、この先がローソンですね。ローソンはまあ、中はいいでしょう。普通のローソンだね。で、ここがお手洗いですね。男性、女性。で、こっちは裏で、この奥に高速がありますね。インターが見える。ここまでですね。はい、ということで道の駅北の関宿安芸高田でした。